はいどうも花見です。では学会祭のおじさまバネさんルートを続けていきたいと思います。親愛度がね前回で多分これマックスだと思うのでじゃあ早速家会行きましょう。もう家会は家会じゃない慰労会はもうごめんねちょっと多分はしょります。だいぶ全部一緒だからね。プールで慰労会か一体何をするんだろう。基本一緒ですからね。よしバネさん慰労会は午後からだしみんなの様子見てこよう。まずバネさんね、もう基本3人しかいないのにさもうバネさんとしか仲良くなってないのがな、みんなと平等に仲良くなりたかったな。話しかけに行こう。おお、もうバネ先輩になってる。まあそうか、そうよな。結構前にバネ先輩になったもんね。バネ先輩何してるんです？何って、準備体操。準備体操。あの、慰労会は午後からですよ。少し気が早すぎませんか？いいんだよ。俺はもう気分はプールなんだから。マジで少年だよな。なんか大人で男気があふれる、すごいかっこいい人なのにさ。気持ちはずっと少年だもんな。いや好きだよその少年の気持ちを忘れない人。はあ。お前も一緒にやるか。一応やろうかな一緒に。いえいいです、やっとけやっとけ。えこれだけ、これだけ、本当に本当に。もうダビで話しかけられないね。話しかけちまったらやきもちでダウンして今までの苦労が台無しよ。ここでよし話そう。サエさん結局仲良くなれなかった。佐伯先輩何してるんですか？もうすごい上手に飾り付けてる。ああびっくりした。君か。私だ。かき氷作ってますよね、売り物の。え試食と言って自分で好きなもの食べてんの？みんなには秘密だよ。君と俺、かわいい、二人だけの秘密だ。あかわいい。何何勝手に商品食べてんねん。どうしようかな。君には大盛りサービスだ。え、なんでいいよなんで共犯させるんだよ。ありがとうございます。もちろんこのことは秘密です。はい秘密です。え、かわいいな。つまみ食い勝手に商品食べんのかわいいな。そんなに食べたかったんか。暑かったのかな。かき氷また暑いよね。まあ9月ってね。オッケー、みんな集まったな。来た来た。オッケー、みんな集まったな。ではでは、はしょります。はいはい、岩清水ね。つーか、よし、こっから行こうかな。あ、もうちょっと行こうかな。はい。はいよっと。はいよっと。いよいよ水泳大会の最後の種目、水中騎馬戦のスタートです。本命はやはり六角柱でしょう。おー、そうだよね。六角柱だよね。葵くん味方だからね、今は。勝つのは氷帝です。おっと、解説のカバジさんは氷帝が一押しのようです。さあ、試合開始です。試合開始です。おーい、ボス。試合は大混戦。しかし六角が一歩リードしています。こんなところの帽子ぶっちゃぶちゃになりそうだな。バーネ先輩頑張ってください。え、どこにいる？あ、いたいたいた、後ろ。佐伯を持ち上げてんのかな。バネさんに約1名黄色い声援が飛んでいます。いや、みんなあそこの塊、あの六角の塊全員応援しろや。これはバネさんも張り切るしかないでしょう。いや、ダビデだって応援したって。おっと、ここに来てバネさんの動きがパワーアップ。バネさんって言ってるね。しかし他のチームも負けてはいない、うん、戦いはヒートアップする一方だ。うっす、声楽、え、声楽だけ3チームあんじゃん。卑怯だな、声楽すごい人数がいるな。これで全ての競技が終了しました。
果たして優勝は誰の手に？誰の手に？そして屈辱の再会は一体誰？誰が再会になるの？大体想像はつきます。誰だ？では結果発表です。優勝は六角中黒羽はるかぜ、おめでとう羽さんおめでとう、かっけー、やった、本当に優勝しちゃいましたね先輩。すごいすごい、あのタオル、タオル、うわ、これ絶対消すんやろな。まあな、お前が声援を送ってくれたから張り切っちまった。いえいえ、そのタオルすごいね、六角のマークついてんね。そんな先輩の実力ですよ。うわっ、なのね いっちゃんだったか。あ、今のいっちゃんか。どうやらビリだったようだ。あ、そうなんだ。いや、でもでも毎回言うけどさ、すごいよな、あれだよ、いっちゃん3年生だよね1年坊主がおるんやけどな。結局いつもこれ何のイベントか分かんないんだよね、慰労会何を見せられているんだという一日。水泳大会楽しかったな。広瀬見てるだけでしょ。明日はいよいよ学園祭か。広瀬見てるだけじゃん一回セーブしますね。はい、セーブ終わりました。では早速、ついに学園祭の初日です。行きましょう。9月3日、映画龍馬の公開初日ですね。金曜日でしたけどね、今年は。さあ、今日はいよいよ学園祭うまくいくといいな。行こう行こう、会場だ。いや、海の家だもんね。もうめちゃくちゃずっと好きだったから、海の家。センスありありだと思ってたから。Ladies and gentlemen、 いよいよ合同学園祭のスタートだ。大会の挨拶は後でか。目立ちたがり屋のあいつらしいな目立ちたがり屋っていうともなんかなんか言い方がちょっとあれだよね、言葉のニュアンスが。すげーすげー、いっぱい店がある、楽しそう。ぜひぜひ海の家来てくださいよ皆さん。こういう時は元気だな、ジロー。海の家自信ありますよ。堅苦しい話は抜くだ、存分に楽しんでいけ。これは命令だ命令だ一般人に向けて。こういう時まで偉そうやな。テニス部関係ないご近所の人たちに向けて命令だというなんという人だ。アトラクションコンテストは午後からだし、午前中は模擬店を回ろう。さて、先にちょっとお話、見るか。お手伝いしに行かなくっちゃね。うわー、結構繁盛してるな、みんな忙しそう。どうしようかな。いや、私もね、絶対行くもん、ここ。もうすげえってなるもん。声かけましょう。誰に声かけようかな。バーネさん、手伝いましょうか。バーネさん、手伝いましょうか。ああ、頼むぜ。うん、いや、お手伝いしないと忙しそうだよ。七輪とかね七輪3つ置いてあるらしいからね。炭足りるんかな。うん、みんな喜んでくれてる、よかった。だってもうほぼ網羅してない、素晴らしい。カップ氷、焼きそば、アイスクリームで、なんだっけ、飯焼きそば、なんて言ったご飯混ぜるやつね、あれもあるじゃん、すごいよね。で、焼きもろこしでしょ。ここに来ればもう全部じゃんってなるよね全部網羅しとる。ちょっと毎回恒例、これをやりましょう。スマッシュでビンゴね。スマッシュでビンゴ、なんだろう。よー、やっていくかい。よー、1回100円だよ。師匠、初めての人に言うっていう。やるやる。うん、挑戦する。もう委員長のね、ブロマイドが欲しいんで、委員長のブロマイド今日こそゲットしてやる。いくぜ、いくぜ。委員長のブロマイドは俺のものだ。ま、適当にやれば。あ、くそ、うまいもんだな。落ち着いていけよ。あ、ないな。どうする、わざと外すか。ま、適当にやれば。
あ、当たりだ、やった、やった、あんた、やるね、やべえ、クソめ、やっぱ広瀬テニスの才能あるよ。うわ、ニオンマサル人形そして院長のブロマイド、へえ、やるじゃねえか、ほれ、特徴だ。いや、これが欲しかったんですよ何度見ても面白いなえ、何これ、写真委員長だ、ブロマイド隠し撮りいや、どのカメラどの角度でこれ撮ってん、え、そしてあれでしょ、アトベと押したりに気づかれずに撮れてるわけでしょ、いや、バズーカみたいな一眼で撮ってんじゃん、そしたら100メートルぐらい距離あるところからバズーカで狙ってるじゃん、すげえな。委員長の隠し撮り、いや、どうしようかな、近くの目の前のちょっとご近所付き合いをしようかな、もう目の前だもんね、スマッシュでビンゴも金魚すくいもね、金魚すくい面白そう、1回100円だ、やるか、やるやる、100円って安いよね、俺ポイとカップ、よし、やるならあの大きなデメキン狙わないとね初心者か、えい、なってね、いや、難しいからね、実際、残念、よし、もう一回、ダメだな、そんなんじゃいくらやっても救えねえじゃあ見本見してください、いいだろう、よく見とけ、ブメランスネークやる場所間違えてんじゃんやめとけびっちゃびちゃうわあの広瀬が引くほどの水びしゃびしゃ、どうだじゃねえよ、私には無理です、諦めますあんなびしょびしょにしたらさ、金魚もう、え、金魚外にさ放り出さねん、あんなやり方してたら大丈夫金魚に被害がすごそうだけど、これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。あー、そうだった、忘れてた、司会進行は六角中の1年生部長葵健太郎でお送りします。あ、始まった始まった、そろそろバネ先輩の出番だ、もう初めて見るよ、もう記憶ないからね私おお、どうなる、おおもう何着てんの何着てんの何着てんの、すげえ、何、は、うわ、すごい歓声、負けないように声出さないと、え、だえ、誰が歓声してんの、やっぱファンがいるの、あれ、ガックンだけ短パンじゃん、他みんなちゃんとさなんだこの音楽長ズボンだけどね、うわ、ちゃんと服揃えてんだな、あれ、ガックン、あ、丸井くんか、後ろで頭の上で手拍子しとんのはストリートダンスの域超えてんじゃん、パルクールじゃん、もうバネ先輩頑張れ、バネ先輩どういう動きしてんのあれあ、いや、面白い、声援ありがとうな、マジか、よく聞こえたぜ、嘘、マジ聞こえてんのすごい黄色い声があったけどさ、やっぱあれファンが多いんだね、まあ、評定がまず2人もいるからね、ここ人気よな、あ、聞こえました、お前の声だからな、聞き逃したりしねえよ、は、は、好き、は、は、何それ、めっちゃいいじゃん、え、結果発表にはまだ時間がある、模擬店を見て回らないか、いや、いい、広瀬の声は聞き逃さないって、え行く行く、一緒に、あ、そうですね、よし、行くか、はい、めちゃくちゃいいじゃん、何これ、カップルやんえ、などういうメンバー、水木はじめ、大石、
でも大石はわかるよ、仲いいしね。戦国さん、ていうか、なんで5人もいんの。トリマー行くか。ゴージャスカフェ結局ここなんだこりゃ知っとるだろ、同じ区画にさ、でも店建ててんだから、建築しとる最中知っとるでしょ。喫茶店かな。いらっしゃいませ寝ないで、目つぶってんな。ん、シシドか。ロス。ああ黒羽か。女連れとはな。なんだその言い方、やめて。そういう言い方別にいいだろ。ここは氷堤の模擬店か。それにしてもここは台風の被害に遭わなかったんだろうな、頑丈そうだもんな俺たちの素人大工とは違うもんな。なんだよなんだよって別に悪口は言ってないよ。お前その格好似合ってないいじゃん、たこ焼き屋、たこ焼き屋に行かなかったもんね、シシドさんは。うるせえ、分かってんだよそんなこと。分かってんだ。いや似合ってるよ、すごく似合ってるよ。ダメですよシシドさん、そんな言葉遣いじゃちゃんとマニュアル通りにしてくれないとね。いいだろ、知り合いなんだからよ。それより入るのか入らねえのかとっとと決めろえでもすっごい並んでんでしょ、なんか待ち時間半端ないでしょ。パス、こういうのは趣味に合わないいやいやいや、もうシシドさんがここで働けてるからね、バネさんだってもう入れなくはないからね。だったら帰れ。なんでそんなこと言うのなんでそんなこと言うの。シシドさん、もう仲良しだな。行くぞいやバネさんはこういうタイプじゃないよ。確かにそうだよ、アトベ様とは正反対だからな。あ、はい。いや入ってほしかったな、入るとこ見たいな逆に。どうしよう。なんで5人もいんの。1日2回でしょ。水木はじめもおるじゃんね。どうしたらいい、どうしたらいい。5人、いつも絶対4人しか話させんじゃんね。やっぱ大石にしようかな。やっぱ近所付き合い、近所付き合い仲良しだからねこの学校とはね。おお、綿菓子屋か、食べるか。おごるで。いいよいいよ、自分で買うっての。いいんですか、この間ジュースおごってくれたやん。あーもちろん、綿菓子2つ。いやーかわいい、好きいらっしゃい。おや黒羽か。うわもういいな、やっぱ性格と六角仲いいからすごいよね。ん、ああ大石か。じゃあここは性格の模擬店か。書いてないのかな、なんかこうやってみんな驚いてるけどさ、毎回学校とかね旗掲げときゃいいやんな。そうだよ、はい綿菓子2つ、ちゃんと持っていないと飛んでいくから気をつけてもうガス詰めてんのか。ガスの話してちゃんと。あ、どういう意味だ。ほらこうなっちゃうからちゃんと教えて、教えて先に。袋の中にヘリウムが入ってるんだよ、その糸を持っておけば大丈夫。すごい、もう食べれんじゃん、もう食べる前に遊ばなかん。すごい工夫ですね。おほう、やるな性格。ほれ。お、ありがとうございます。いいねほれっていいね、ちゃんと持っとけよ。ま、飛んじまっても少々の高さなら俺が取ってやるけどよ。はぁ、はぁ、こいつ、はぁ、つくづくドタイプやん。なにこれ、はぁ、なにこれ、なにこの二人、何を見せられてんの。いやなんか一番自然体な関係性を見てる気がする今までで何これ、
え、これでまだお付き合いしていないんですかっていうレベルじゃない。もういやーすごい、一番ナチュラルに感動してる。もっともっとなんか 深くなんか9月以降もこれやりてえってなる学園祭終わった後の話もやらせてってなるな。いや六角だからこそのナチュラルさなんだろうな。そろそろ結果発表ですね。ああ、まあできるだけのことはやったからな。いやー面白かった面白かったは失礼かな。いや良かったです、良かったです、かっこよかった。いや君の演劇はどうなん、人気だったかな。ではこれからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。いやすげえよ本当に。優勝チームは、おーい、ストリートダンスそんなに盛り上がったんだよ、すっげえ。ウィンブルドン行けるよ来年。やりましたね、優勝ですよ。俺だけじゃねえ、息を合わせたメンバー全員、それにお前の声援のおかげだ。うわー、なに、もうパーフェクトな答え当たり前だって言わないところがもうパーフェクト、素晴らしい。そんな私の力なんて大したことないです。いやもう広瀬以外もめっちゃ黄色い声なさ、なんか叫ばれとったからさ、すごい大人気のユニットだったんだろうね。そんなことはねえさ。あ、そうだ、この後時間あるか。あるある。はい、もちろん。よし、じゃあ一緒に学園祭を見て回ろうぜ。やった、はい、喜んで。いいの、あの海の家人で足りてる、大丈夫、焼きもろこしの焼き具合とか。おお、すごい人出だな。夕方にちょっと涼しくなってみんなが出てくるようになったのかな。学園祭は大成功ですね。さてどこから見て回るか。 CM 打ったからな六角ルートでは行ってないけどね、 CM 打ってるらしいからな。すごいよな、立会編で行ってたかな、それは。あ、たこ焼き屋さんがありますよ。おう、たこ焼きでも食うか。協定あれ、たこ焼きさ、自由行動の時に行けるけどね、ここでも行くんだ。はい、いらっしゃい。おお、石谷さん、たこ焼きどないや、安いで。安そうだね、ほんと学園祭って安いよね。おっちゃん、ほんまに安いん、たこ焼き2つでなんぼ。ちょっと広瀬どうしたの、いきなりなんかすごい、どうしたちゃん、まあ、ええわ、2つで400万円よっす、ほい、1000万。お、ちゃんと返してきたやん。これ、お釣りの600万。どこかで見たと思ったら童貞の押したり。いや、なんでさ、いきなりさ、広瀬はこんなノリになん。何、広瀬、どうしたん待って、他のキャラの広瀬こんなこと絶対せんじゃんね、真面目な広瀬どうしたんだここの広瀬は。なんや、六角の黒羽かで。あ、まあそんな感じっす。はい、おっちゃん、いやいやは冗談言わんといて広瀬関西の血一切入ってないじゃん、何言ってんの。自分どこの人間や、怪しげな関西弁使うてほら見ろ、もう怒られるから、そういうこと言われると。もう本場の人に怒られるから変なやつだ、やべえよな私も思うわそれ、歴代まれに見るもうとんでもねえ主人公だわ。黒羽、ね、自分こんなけったいな女の子が好みだけったいけったいって言うな、別にいいだろあ、もう認めてんじゃんこんなけったいな女子が好きなん、認めとる。ああ、認めてる。ま、そらそうや、毎度お気に楽しんで聞いて広瀬、突然変異の広瀬にビビらずにさみんな対応してくれんの、優しい世界すぎるわ。いや、広瀬ビビるな。
バネ先輩。ん？なんだ？さっきの人に言ったセリフ本当ですか？セリフ？私みたいな変な子が好みだって。え？ああいや別にお前が変とかそういうつもりで言ったんじゃなくて。いやそっちじゃねえよ、その後の言葉だよ。そのなんだ。いや変っていうのは別にかな構わないんですけど。構わない。認めてんな広瀬、自分が欠怠な人間だということ。問題は好みかどうかってとこで。ああ楽しいやつは好きだぜ。お好きなんですか。ああまあそのなんだ、好きか嫌いかって聞かれりゃそりゃなんていうかめちゃくちゃいい。じゃあもっと笑いの勉強しないとダメですね。もうブルーレイ借りてきますわ。バネ先輩に好きになってもらうために日本一のエンターテイナーを目指します。広瀬の進路がどんどん決まっていくんだけど。そりゃいくらなんでもやりすぎだって。いや広瀬ならやりかねんぞマジで。広瀬言い出したら止まらないからな。じゃあ千葉一くらいで許してくれます。それもすごいぞ千葉一。なんだっていいよ、俺のそばにいてくれたら。なんだってなんだって、ちょっともう一回言ってくれんかな。え、さあ他のところも回ろうぜ、まだ時間はある。もう一回言ってくれ、もう一回さっきの言葉言ってくれんかな。あのすいません、あのもう一回ちょっと聞き取れなかったんでもう一回。やばい。おいおい、そうこれ一番なんていうの、その乙女ゲームとして成立しているルートでは。学園祭1日目は無事に終了、明日もいっぱいお客さんが来てくれるといいな。はあ、いやなんかさ、いや全員はやってないけどさ、いや過去一で一番乙女ゲームとして成立していませんこの人。いっちゃんそういうセリフとか言ってくれるしさ。いやもう後部はズバ抜けすぎてて、ちょっとあいつはもはやあいつのゲームみたいな感じだけど、その他の方々と比べたらさ。まあ私が本当になんていうの、まあ、個人的にねバネさんが好きだっていうのもあるんだけど、いやでもなんかすげえ。めっちゃ楽しんでる。はい、じゃあお時間いいところなんで今日はここで終わりたいと思います。では多分次回ね最終回になるかなって思うんで、最後までどうぞよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。